イギリスの振付やケネス・マクミランによるロメオとジュリエットはプロコフィエフ作曲の同名楽曲を使用したバレエ作品。1965年2月9日、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスで英国ロイヤル・バレエ団により初演された。1964年9月、マクミランはカナダのテレビ番組で放映するため、 ロメオとジュリエットのバルコニーの場面をリン・シーモアとクリストファー・ケイブルに振り付けた。この場面は後にバレー全体の構成において中心的な位置を占めることになる。シーモアによればバルコニーの場面のパドルはわずか3回のリハーサルで振り付けが完成したという。この実績によりマクミランはロイヤルバレー団が制作する。 ロメオとジュリエット全幕の振り付けへとして適任であるとみなされるようになった。折しも有名な演出であるレオニード・ラブロフスキー版ロメオとジュリエットのロンドン公演がソビエト連邦の上演許可が下りず断念されたところだったのである。マクミランはフレデリック・アシュトンの許可を得て新たなロメオとジュリエットを創作することになった。ロイヤルバレエ団は 近く行われるアメリカ公演で、ロメオとジュリエットを上演したいと考えていたため、マクミランが全幕を振り付けるために与えられた期間はわずか5ヶ月であった。マクミランとシーモア、ゲーブルは、このバレエの登場人物像とパドドについて、構想を練った。3人は、恋に夢中になってしまうロメオに対し、ジュリエットを意志が強く、自ら決断を下す人物として造形した。 ニコラス・ジョージ・アディスによる舞台美術と衣装は作品の登場人物像や雰囲気を表現するという明確な狙いを持って作られた。荘厳で巨大な舞台装置は対照的にジュリエットが小さく脆弱な存在であることを際立たせると同時にジュリエットもロメオも自らの生きる社会に対して何の力も持たないということを印象付けている。マクミランとジョージ・アディスは 15世紀イタリアの絵画や建築のほか、シェイクスピア作品や1960年に上演されたフランコ・ゼ・フィレッティによるロメオとジュリエットから着想を得た。また、マクミランはジョン・クランコ振付によるバレエ、ロメオとジュリエットを参考にし、史上の場面に喧嘩好きな勝婦たちを登場させた。 1968年、ルドルフ・ヌレーフとマーゴ・フォンティーン1965年2月9日、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスにおいて、マクミラン版、ロメオとジュリエットが初演された。本作は、シーモアとゲーブルのために振り付けられたにもかかわらず、初日の主役は、官僚的な理由により、マーゴ・フォンティーンとルドルフ・ヌレーフに決まり、マクミランは落胆した。この出演者変更は、 マクミランだけでなく、バレエ団全体にも失望を与えた。このことが一因となって、後にマクミランとシーモアは、ロイヤルバレエ団を去り、ゲーブルはバレエから離れて、他の活動に専念することになった。フォンテインとヌレーフが主役に選ばれた、主な理由は、二人の名声を生かして、興行成績を上げるためであった。アメリカ公演の興行士、ソルヒューロックは、 アメリカで本作を上演し、工業的に成功させるためには、フォンテインとヌレーフが主演しなければならない、と述べていた。フォンテインとヌレーフの演技は、ジョージアディスの美術と同様、登場人物に新たな命を吹き込んだ。フォンテインは引退間近とみなされていたが、ヌレーフとのパートナーシップによって、キャリアを再出発させた。一方、 不当な扱いを受けたシーモアは、ロイヤルバレエ団を離れ、西ベルリンのドイツオペラバレエに移籍したが、後にロイヤルバレエ団に復帰し、数々の主要な役を踊った。本作の初演は、批評と興行成績の両面において、圧倒的な成功を収めた。フォンテインとヌレーフは、カーテンコールに43回呼び出され、姉妹には観客を帰らせるために、舞台の防火幕を下ろさなければならないほどであった。 批評家は皆、本作は、マクミランの大きな功績であり、ロイヤルバレエ団のレパートリーに素晴らしい一作が、追加された、と評価した。オブザーバー、デイリーメール、サンデーテレグラフなどの雑誌、新聞が、本作について論評している。その中で、フィナンシャルタイムズのアンドリュー・ポーターは、本作の出演者が直前で変更されたことについて、初めて言及し、ジュリエットは、 リン・シーモアのために作られた役であり、シーモアの踊りを見なければこの作品を完全に理解することはできないと述べた。シーモアとゲーブルはセカンドキャストとして本作に主演した。二人も批評家から好意的に評価されたが、それ以上に観客からはっきりと高い支持を得た。最初のツアーには、シーモアとゲーブルの他にも三組のペアが出演し、それから数十年にわたり、 数多くのダンサーがロメオとジュリエットを演じてきた。2007年、ロイヤルバレエ団による上演。ジュリエット役の吉田トとトロメオ役のバレリ・ヒリストフ、本作の最初のご公演は、現在でも批評家から絶賛されている。2007年のニューヨーク・タイムズの記事で、批評家、アラスター・マコーレイは、フォンテイン・トヌレーフの舞台について、人生の中で、 私がバレエにのめり込むきっかけとなった瞬間があるとすれば、それはあの時だと述べている。また、マコーレイはシーモアが演じた反抗的なジュリエットのことも称賛している。ロメオとジュリエットは現在ロイヤルバレエ団の定番レパートリーの一つとなっている。マクミランは本作をスウェーデン王立バレエ団、アメリカンバレエシアター、バーミンガムロイヤルバレエ団などの世界中の バレエ団にも振り付けた。バーミンガムロイヤルバレエ版では、舞台装置と衣装を新たに、ポール・リュースが手掛けている。1966年、本作品の映像版が劇場公開された。フォンティント・ヌレーフをはじめとする初演時のオールスター、キャストが出演し、批評家からは賞賛の声もあったものの、工業的には失敗であった。 その後も本作は繰り返し映像化されており、2012年にロス・マク・ギボン監督、ローレン・カスバートソンとフェデリコ・ボネッリ主演の映像が制作されている。2019年にはマイケル・ナン監督、フランチェスカ・ヘイワード、ウィリアム・ブレイスウェル主演で映画化されている。ありがとうございます。